指揮官、お疲れ様です。浜屋の準備ならこっちにお任せください。巡洋は、まあ、そうですね。指揮官、困っていたら私が相談に乗りますよ。しぐれちゃんにはお世話になったから、今は時々料理を作ってあげているんです。本当はいい子ですよ、ああ見えても。指揮官、エマに何かお願い書いてみます？願望成就とまではいかなくても自分の思いを書き記せるのは良いことですから。指揮官もこの甘酒いかがですか？酔うまでは飲ませませんよ。一体何をするつもり？新しい任務、上からの指示でしたら早くこなしましょう。上からの指示でしたら早くこなしましょう。任務をうまくこなせたのは指揮官の頑張りのおかげですね。お手紙です。どんな内容か気になります。なりませんか？扶桑と山城たちが忙しいならお払いぐらいこの劉邦に任せていただいていいですよ。こういう心得はそこそこありますから。委託が完了しました。先に出迎えてまいります。いい報酬がありますように。新しい任務、上からの指示でしたら早くこなしましょう。